はようございます。おはようございます。今日は鎌倉パブリックゴルフ場に来ています。よろしくお願いします。イエーイ、横田慎一プロです。深田プロです。こんにちは。プロゴルファー VS リンゴルチーム、ということでチャンネル対決をしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。もしかしたらパンパイプが何コースなのかな。789分かんないよ。最初もお、ここもワンオン狙いがいけるじゃないですか。うちらさ余裕ぶっこいてると負けるね。7、あと3つあるもんね。パンパイプ最後、最後に1個。やっぱこうプロがちょっと本気出した時の目つきって少し感じるものがあるでしょ。さっきこのさっきのパターンやっぱもう、笑っちゃいそうなぐらい出てたオーラがすごかった、砂取っちゃおうとか言って、その後がもう全然違いましたね。空気が張り詰めたでしょ。張り詰めた、キーンと、すごかった。やっぱ入るもんね、プロがこういうものですから。プロゴルファーっていうのはそう、私こうやって構えても入る感じしないでしょわあ、どうしよう。ねえ、じゅんちゃん、これ右にあれグラスバンカー、バンカーあるのかな。右見えてるんです、私にも。左にもある、見えてないさそうなやつあるから。左のネットとか嫌だよね。本当フェード左旗とグラスバンカーの間を狙っていきます。右下はねえ、ごめん、余計なこと言ったから。今じゅんちゃん死ぬほどそこ向いてたかも。右向いてた、うん、それよりもこのネットが気になるのかもね。じゅんちゃん左サイドに振り抜けないホールは苦手だってのは分かった。そうなんですよでもさやかちゃんが得意なんで。そうそうちょっとドライバー一回も当たってない。当たる当たる。完璧。でも飛びすぎちゃってバンカー、バンカーだ。グラスバンカー入っちゃったかも。え？でもいい。ナイスショットだったからね。やっぱ私が苦手な。そうだね、純ちゃんの苦手な。純ちゃん左があれだと苦手なんだね。そう。相性いいんだ、ダブルス組むと。あ、意外とそうかもしれない。スプーン？マーベリック。スプーンで。オッケー。スパ。260。え？フォローだからティー高めにしたんですか？風乗せるために。言い訳しないんだけど、一発目なんだよ。まだ一度も打ったことなかった。そうかそうか。どこ行ったんだろうあれ。OB っすね。あれ先開けてないのかな。ちょっと曲がり幅が大きかったですけど、一応探しましょう。捕まってきて、捕まってきて。おお、跳ねて、跳ねて、いけ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 。すごい、横まで行ってます。横まで行った。もう分かった、もうクラブの特性はもう分かりました。じゃあ、暫定球行きます。はい。はい。同じ球が出る。もうギブアップやっぱ新しいクラブ難しいね。そうね、クリークすごい良かったんだけどね、さっきちょっとだけね、アップライドなんだよな。ちょっとキュッとおひねりを入れようかな。ちょっとね、260だから、ちょっとこう、追っかぶせちゃったのよ、飛ばそうと思って、
ちょっとロフトが見え見えのアドレスでしたよ。そうでしょう。キューってこう、キューって。あ、あるかもしれない。あるかもしれない。あるかも、あるかも。一個ある。一個。お、一個ありましたね。あ、二球目あった。あ、一球目だ。お、あれもボールですね。あったあった。ありました。じゃこれが一球目だ。多分ね。うわ。流れは来てます。ちょっと変わったかもしれない。流れが。ライも悪くないし、なんかこれちょっと。うん。横さんもワンチャンあるね。ワンクッションぐらい入れて。手前からボロボロです。うん。息を吹き返したプロゴルファーの目です。あれ右、まあでもまあでもそうなんだ、うん、右にね跳ねると思ったけどね、うん、まあまあでも、うん、まさかねあるとは思わなかったね、うん、あんなに左行ったのが、うん、さあどっちのボール使うの、どっちでもいい、そこまでグラスバンカーとかグラスって感じじゃないけどなんか、うん、へこんでない、ちょっとへこんでる感じはするよね、でも、でも動かすラインでしょ、うん、あ、そっか、そっちでしょうか、 OK です、これ動かせなかったら難しいけどね、うん、そして55 58です、うまい、うまそうだよ、うまそう、うん、うまそう、そう、でもちょっとスピン効いてそうだからね、止まってるかな、止まってるかもしれないけど、縦距離がどれぐらいか、うん、私は50、なんか3個してそう、そこにいるからおぉ、ポッコン気味だけど届くか、おぉ、届いた、あ、これが噂のポッコン、うん、ちょっとポッコン気味だったけどさあ、あ、同じところぐらいね、やっぱ弱かったんだ、止まっちゃった、結構ガンって入れちゃったんだよね、うん、上から、そうね、やっぱ若干左足下がりでボール浮かしたら飛ばなくなるよね、すごい言うじゃん、これでも打つ前に言われたら打てなくなるかもしれない入れるつもりでいきます、はい、でも良さです、ナイスアプローチです、ありがとうございます、前半の時見られなかった顔です、いやでもなんかすげえめちゃめちゃ本気になってる自分がなんかちょっとやばいよ、あの一応2人ともバーディーだったら2点ですので、跳ねちゃいましたね、うん、収まってますカメラにほぼ角バーディーがいるから、なるほど。
まっすぐ、まっすぐ。さやかし、上りと下りならどっち得意なの？真ん中。急に。もう、もうやめなさい。ちょっと。今悩んじゃったじゃん。全然別の。真ん中が得意だそうです。真ん中って何ですか？自分で言ったんだよ、今真ん中って。もう絶対上り下りの質問。今真ん中の感じで打っちゃったね。上り忘れてた。もうあれスライス入んない。ごめんね。強くない質問だわ。質問じゃないあれは。スライス入んないかな。確かに複合ラインですね。立ってるとかフックでこっから先がスライスって緊張するんだけど。オッケー。あ、取ったバーディー。ナイスバーディーです。イエス。本気になってきた。ワンダウン。ワンダウンです。ギリギリ。これでちょうど、まあ、難しいね。まあこれ全部勝たなきゃいけない状況になってからの、そうね、ベストボールなんで。またなんかうちらに。可能性があるようなホールですよ、これも。なんかさっきまで余裕だった女子チームがなんか顔つき変わってきたよ。ここからですよ。チラッて見られた。頑張ろう、さやかちゃん。二人以外にね、もう一人敵がいるんですよ、カメラマン。え？いやいやいや、それは遊んでるでしょ、ちょっと。一応ね、視聴者さんのためを思って勝負を面白くしないといけないですから。でも邪魔してるわけじゃなかったんです。普通に質問しただけ、うん、そうですね。あと状況を伝えてると。確かにそう、危ない。でも左足下がり、あれでも直前に言われたらトップとかしちゃうかもしれない。そうね、そう、左足上がりでボールが浮くとね、やっぱ飛ばなくなりますよね。うん、まあここは何にもないね。ここは何にもないです。本当に？はい、いやただ男子チームにとっては手前にバンカーがあって奥が狭いっていうのが、うん、思い切りワンを狙っていくのはちょっと難しいかもしれない。確かに。これ見てる人とか、あいつら途中でルール変更して、いいのかよとか言われちゃう。いいです。先に私たち打ちますね。はい、どうぞ。旗。おー、うまい。うまい。うまいよ。もうフェースの開閉がほとんどないもんね。素晴らしい。うん、素晴らしいです。ありがとうございます。よどみなく。よどみのないスイングです。お、さやかし気合い入れたね。違う、私このホール苦手なんです。え、なんで来たことあるの？うん、見た目が嫌なの。そう、右ペラる可能性あるから。なるほど。あの髪型のこと話したんだけど、気合い入れたのって。あ、じゃあ邪魔だったから。ダメだ、もうグローブする時間もない。さやかし、グローブはどうぞ。はい、今日これ失敗したら言い訳できるから。おー、ナイス。おー、大丈夫大丈夫。いいじゃん。大丈夫。うん、ナイスボール。ありがとうございます。さすが安楽シャフト。おー、もう
もうごめんなさい。薄いですね。え？いやいや、もうすっごい今ミスです。まあでも。いや、バンカーでしょ今。バンカーか、バンカー手前か。さっきこうやってガーンとヘッド走らせて引っかかったから、バチンってぶつけていこうと思って。捕まって、まああるとは思います。ギリ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 もう気合い入りすぎて、今めちゃめちゃ試合かと思った。もう状況なんかおかしなテンションだ。もうめっちゃ試合だと思った。体のキレが朝と違うもんね。うん、めっちゃ打ってる。見ててわかんない。しかし12月なのにこの鎌倉パブリックあったかいですね。うん、あったかい。急激に寒くなってきたんですけど、ものすごくあったかくて、うん、ポカポカゴルフができる。で、風もほとんど吹いてないですね。吹いてないです。うん、今一瞬雲が来たけど、半分なんだよね。うん、あの塚田さんの凍って跳ねたグリーンぐらいでしたね。ちょっとあそこは日陰だからね。うん、いい。え、なに？やめてよ。100ヤード先まで聞こえるコーンってすごい、ね、完璧でしたもん。ショットはそんなの困難を乗り越え、なんとかワンダウンまで、はい、ね、持ってきたね。持ってきたよ。やさやかちゃんのボールでいいね。61、何持ってきた？58でガッて打ちます。なるほど。58は本来何ヤードまで飛ばせるの？60ヤードくらいまで。あ、じゃあちょうどぴったりの距離なんだ。はい。さやか氏は、うん、サンドで打つの？手前、悩み中。悩み中、はい、じゃあちょうど間の距離。うん。え、どうしよう、なんか不安になってきた。先打つ、先打つ、はい、先打つ。それはエース。はい。本来何ヤード飛ばすやつ？リアル70ぐらい。70。じゃあちょっと抑えなきゃいけないんだ。はい。なるほど。どうやって打つの、それ中途半端な距離。なんとなく、うん、お感覚、感覚。 OK。 いやー、友達から乗り移ってくんないかな。よし、純ちゃん行きます。はい、お願いします。ちょっと緩みすぎたね。緩みすぎた。しかもめちゃめちゃ嫌いなつま先下がり。そうだよね。だから純ちゃんは完璧。私は58で打ってます。はい、まあ、ちょうどいい距離だもんね。ちょうどいい距離。ダフった？いいかも、逆にピンが刺さらないで。おー、まあまあまあ、なんとも絶妙な感じ。ダフってちょうど良かったね。ジュンちゃんあれ入ってたらもっと手前だったかもしれない。うん、おー、なるほど。木の下ですけど、はい、まあ、木は邪魔にならない、邪魔にならないし、バンカーもかからないしっていう、はい、ただ今ピンまで行って見てきたけど、ピンの位置が結構傾斜にかかってて、うん、多分ね、ピンの左行ったらすごい左流れていっちゃうかなと思って。なるほど。右側から寄せていきたい。まあでもナイスです。受けの方でいなくていいですか？お、じゃあ受けで、はい、もしかしてこれは、はい、ベベベっていうイメージ。こっちじゃなくてグリーンを取れというリクエスト。あ、でも硬いなこれ。砂がない。砂がない。
おお。すっごい、あの硬いとこからスピン出てきた。よく怖くないですよね。本当だよね。しかも届かしたからね。多分あれでどのぐらいだろう。37ヤードぐらいだったのかな。塚田さんだったら砂多めに取ってゴロゴロっていく感じですか。いや、あの距離だったら砂取らないでいく、はい、あ、なるほど、カチンと、カチンと、なるほど。さあさあ、さやかし、頑張って。1名、ここぐらいまで届いたんだけど、ね、うん、上りの傾斜きついね。結構切れるかな、じんちゃん。いや、そんな、なんかそんな切れるように見えないんだけど、感覚でいいですか。うん、この辺ぐらいかな。うん、そんぐらいの気がする。うん、惜しい。戻ってきて。うん。じゃ、登、こんだけきつい登りって逆に難しいよね。うん、私超苦手です。うん、なんか右に打つと右に行っちゃうし、左に行くとね、左に行っちゃうみたいな。なんか戻ってきて入りそうなぐらい傾斜。強気で。はい。パチン。なるほど。パチン。入れるしかないから。なんで結構ね、上り傾斜ってこういうのがあるんだよね。ちょっとした出だしのミスが大きく影響を受けちゃうんだよね。ちょっと待ってよ。よかったっすかね。血圧上がった。やっぱ傾斜きついんだね。わかる。雰囲気出すとちょっと足りなくなるの超わかる。血圧上がった。これはね、もうピンドンですよ。ピンドン。ピンドンがなくて大丈夫です。もらいます。ちょっとこれ入れなきゃダメなの。はい。入れないと。俺の方が優しいラインだったんだけど。上がる前。あ。ドンマイです。すみません。俺が入れなきゃダメだったわ。なくなった。俺が。いや、でも2人ともバーディーだったら2点だからね。あ、次か。うん、そうだった。そんなルール達しちゃったんだった。もう陣ちゃんパー5です。いやー、危険だ。その方が優しいラインだったんですよね。わかりました。スターさんのちょっと難しいもん、横で。うん、いや、キングドンとは言ったんだけど、構えたら、いや、そんなわけねえじゃん。言葉攻め作戦です。俺も頑張って言葉攻めしてるんだけどな。やっぱりしてるんだ。してるでしょ。だから今言わないとなと思ってピン抜きますかって。ああ、さすがじゃん。まあこれで最終回まで面白くなりましたよ。 あとはバーディー2人が取ったら、うん、まあ、ひっくり返って、うん、負ける。うちらが頑張ってバーディー取れば、バーディーの方が引き分けで抑え、引き分ければ勝ちですよね。うん。こちらはもうただどっちみち勝たなきゃいけない。はい、ドーミンホールというやつです。うわ、でもそんな距離ないからみんなで乗りますよね。そうで、こういう状況幾度となく経験してきたと思う。最後バーディー取らないとダメな最終ホール。あ、ロングで打ち上げのロングホールだから、私と純ちゃんきついかもしれない。これは深田さん可能性ありますよ。